カメラが当たってますと。はい。ちょっと画面、これ遠くないですか。こういうのみたいな。これ残るやつですね。そうですね。この映像が。またあれですかね、タイトルコールキャンさんが手を挙げてて。自分の声が聞こえるぐらいでしょ、まあ、BGM とかも聞こえはするんですけど、ああふくちゃんの学べる防災ラジオ学ぼう。はい、皆様こんばんは。時刻は19時を回りました。本日が2回目の放送になります。ふくちゃんの学べる防災ラジオ学ぼうのお時間です。 MC は私ふくちゃんがお届けしていきます。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後20時まで放送いたします。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は防災士でもある私福ちゃんこと福本浩平が防災に関する豆知識や役に立つ防災グッズの、紹介、災害の経験談など防災に関する情報を各週でリスナーの皆様にお届けする番組です。また毎回さまざまなゲストを招きし、お仕事内容のほか防災に関する取り組みや情報などをフリートークも交えながらお届けしていきたいと思います。本日が第2回目の放送となっております。本日のゲストはですね、この番組の協賛企業でもあり、スマートホームから商業施設まであらゆるプロジェクトに対応可能な電気工事会社代表の山川智久さんをお招きしております。山川さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではリスナーの皆様、最後までどうぞお付き合いください。なお、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加いただけたら幸いです。ぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。さらに、この番組は複数の放送媒体で同時に放送するサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができます。インスタライブと TikTok ライブも同時配信予定だったんですが、すいません、端末を忘れてしまいましたので、次回から、行っていきたいと思います。ほら、それでは、はい、楽曲と CM の後にゲスト対談を始めていきたいと思います。お届けする曲はワニマのやってみようです。僕全然喋るとこないんじゃないですか。いや、最初はね。なんで寄ってきたんですか。なんか俺画角がさ、近くの方でなんか。さすがもうそこまで気にするところが。いいね、ちょっと、ね、ほらなんかよそよそしいじゃないですか。なんか寄ってきたからなんかするんじゃないかっていうドキドキで。いやいや、これこんな感じのがいいでしょ。絶対もうちょっとほら。噛んじゃったもん。もうちょっとほら、こっち、こんな感じの方が、ね、はい、いいじゃないですか、はい、いつもの感じで。ここから御社の出番なんで、はい、僕にはもう丸々丸々しか書いてないんで。結構長いんですよ、この掛け合いが。まあもう、なんとなく肌感で決めようかなと思います。あ、そうなんですね。はい、まだ3分しか経ってない。でもこの間のほら YouTube のやつ見たら、あの消防車の人が、はいはいはい、あんまりなんか喋ってなかったから。ああ、めっちゃ緊張したんで。あ、誰、2人とも。いや、まあ僕も若干してましたし。あ、埼玉豪さん、これ3分間がっつり流れるんですか。だからその後 CM
今日は CM 明け、BGM 入れてから下げて話し始めにしましょう。CM 入れて、CM 入れて、BGM、さっきの BGM から下げて、その方が入りやすいと思うの。わかりました。これ今 CM1 個ずつのカウントダウンになってるんですけど、あのこの CM が並んでるのが全部終わったら始まります。この11がね、あのフォースまでですね。え、4つ目までです。4つ目まで、はい。フォース、あ、これまでか。今サードになってますね。じゃあこれ10秒後、あと1分あります。ん、あと1分あります。あと1分ある。はい、一個一個流れると、あのどんどんセカンド、ネクストとかって減っていくんで、あの ここの花みたいなやつまでです。で 2まで終わったらみたいな感じ、はい、ネクストで入るみたいな。はい、そんなの分かるんですか？え？そんなの分かるんですか？インパルスラジオってやつから。ちょっと一回コメント紹介しますよ、この後。なんか入ってきたんですか？はい、では15秒までです。ゴーさんが入ってきた。5秒前。3、2、1。この番組は福ちゃんの学べる防災ラジオマナーフォーです。MC は防災士福ちゃんこと私、熊本光平が宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後20時まで生放送でお送りいたします。早速コメントをいただいております。ありがとうございます。高坊さんこんばんはとありますね。高坊さんこんばんは、最後までぜひよろしくお願いいたします。あ、埼玉の郷さん、今週じゃないですね、前回引き続きご視聴ありがとうございます。こんばんは、今日もよろしくお願いいたします。はい、ではそれでは改めてですね、ゲストでお越しの山川さんを交えてお話をしていきたいと思います。はい、山川さん、まずはですね、御社山川電装さんの、事業内容や会社の強みなど、そういったことをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、山川電装の山川と申します。強み、事業内容ですね。事業内容、はい、あ、事業内容はですね、一応電気工事業ということで、はい、電気工事、どういうふうなあれですか、イメージですか、電気工事っていうのは。電気工事は、まあ、でもなんですかね、それこそお店とか、はい、ね、なんか、まあ、なんか家とかもそうでしょうけど、商業施設とかね、はい、大きいとことか、はい、なんか、いろいろありそうですけど。そうですね、まあ、でも、そのイメージ通りの仕事なんですけど、はい、まあ、ここにあるような、照明、コンセント、スイッチ、はいはいはい、エアコン、全般にやってます。で、住宅もそうですし、商業施設、病院、公共施設等ですね、はい、全般に一応できるような会社の体制を取ってます。で、まあ、強み、そうですね、なんか強みとか、アピールポイント、山川電装はこうやでみたいなのがあれば。あ、でも、まあ、一つ言えるのが、一応建設業許可を電気工事業と電気通信工事業っていうのをうちの会社は持ってまして、はい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 、一応通信と電気工事と、あの二刀流で対応できるっていうの強みがあります。で、これはお客さんから
はあの別々に発注されたりとかするような、はいはいはい、あの業態ではあるんで、まあ、ここを一括してできるっていうところが強みなんで、なるほど、なんでまた、まあ、そういったのをやりながら、まあ、たくさん、まあ、そういった電気工事全般のお客さんが求めるニーズに応えていけるのが、まあ、強みなんじゃないかなっていうのはあります。なるほどですね、はい、はい、埼玉郷さんが自分半年前まで電工設備の部材の企業に勤めておりましたとありますね。失礼、電工設備ですと、はい、訂正が、はい、ありますけど、これなんかね、やっぱ僕なんかごめんなさい素人なんであれなんですけど、よく電工と電気ってあるじゃないですか、はい、あれって何が違うんですか。ですね、まあ、電工っていうのはもう工事に特化したというイメージ。あ、なるほどなるほど。僕の解釈ではですね、はいはいはい、まあ、そうなんじゃないかな、はいはいはい、電気っていうのは何なんですかね、まあ、電気ね、なんか昔でいうとほら松下電器さん、電工さんとかね、はい、分かれてましたけど、まあ、電気の木の使い方でもそうですね、元気の木を使ってたり、器だったり、はいはいはい、器はどっちかというとその家電とか、はい、そう地形な、なんかイメージがありますよね、じゃないかな。なるほど、はい、なんかね、先ほどその通信と電気のってありましたけど、通信ってあれですね、いわゆるそのネットワーク機器とか、まあ、そういった工事もできるっていうこと。そうですね、電話とか今はでいうところの、皆さんが当たり前使っているインターネットとか、携帯電話とか、はいはいはい、こういったのの、設備、アンテナの工事であったりとか、うん、まあ、生活のインフラの工事っていうところが、まあ、メインなんじゃない。結構あの特殊な感じなところの工事であるんで、はいはいはい、すごく、まあ、あのいや、まあ、なんかあんまりどういったことをやってるのかっていうのが分かんないとイメージがつかないと思うんですけど、まあ、そういったところをやってますね。なるほど、はい、なんかそうですね、なんか電気屋さんって聞くとなんか何でも電気関係のことができそうなイメージがあるんですけど、そんなことはないんですね。そんなとこは結構、はい、その電気工事業っていうところでもあの工事の種類っていうのが細分化されてて、はい、例えばエアコンはつけたことがない電気屋さんもいるし、まあ、ここ特殊なと工場に関しての電気系装とかの工事に関しては専門にやってるよとかいうところもありますし、結構、まあ、持ち屋持ち屋っていうのがまた電気工事の中でも分野分けされてるっていうのが、うんうん、まあ電気工事業っていう世界ですね。じゃあ単純にお家でね、なんか家電のトラブルだったりとかそういうのがあったとき、まあ、もちろんねメーカーさんの方に相談行ったりもすると思うんですけど、それ以外に安易に電気屋さんに、まあ、お願いするのもそれもそれでどうなんだろうみたいな。そうですね、得意不得意っていうのが多分電気屋さんの中でも、はいはいはい、分野があると思うんで、うん、まあ大きい建物の工事しかやったことのない職人さんっていうのもいるっていうのが実際問題なんで、まあ、お家のトラブルに特化した電気屋さんっていうのが得意な人たちもいるんで、そういった得意なところに、まあ、依頼ができた方がスムーズに問題が解決できるんじゃないかなと思いますね。はい、なるほど。ちょっとねそれはもう僕も知らなかったので、なんか今日勉強になりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、そんなですね電気のプロに、本日は来ていただいているので、まあ、今回、まあ、あの電気と防災というですね内容で、ちょっとまた質問を、していきたいななんていうふうに思っているんですけども、はい、まずまあ、防災の話をする際にですね、通電火災っていう言葉がありまして、はい、まあ、要は地震とかが起きて、まあ一旦避難して、はい、まあ、その時ってね大体電気がまあ落ちてる状態、はい、まあ、停電してる状態だと思うんですけど、まあ、それがこの復旧したタイミングで例えば電気ストーブが倒れたまんまだったりとかしたら、はいはい、それを復旧したことによって火災が発生してしまうみたいなことを、はいはい、まあ、通電火災っていう形で防災の世界では言ったりするんですけど、はい、なんかそういうなんか地震など、まあ、大きい災害が起きたときに、まあ、電気関連で、はい、まあ、必ずやった方がいいこととかもしあれば
なんかね、よくブレーカー落とした方がいいよとかなんかあったりすると思うんですけど、はいはいはい、なんかそんなのってありますか？ですね、これは、まあ、ブレーカーを落とした方がいいっていうのは、まあ、そうなんですけど、はいはい、まあ、他にできることといえば、まあ、ブレーカー落としてしまえば、ね、電気が使えなくなるんで、もうそこで、通電火災というのがなくなると思うんですけど、はい、まあ、その災害の度合いにもよると思うんですけどね、はい、まあ、地震が起きて、まあ、そんな余裕は多分ないと思うんですけど、まあ、ある程度備えて動けるような環境とかであれば、まあ、電気とは直接的な関係はないんですけど、ガスとかがあるじゃないですか、はいはい、まあ、そのガスの元栓を閉めるっていうのも、まあ、一つの防災じゃないかなと思ってます、うん、で、まあ、ガスと電気っていうのは非常に、災害の、その大きくなる、なんですかね、組み合わせの要因の一つだと思うんで、そういったところに、まあ、余裕があるんであればガス電気としっかり閉めて、避難するとかっていうところが、まあ、防災に関して注意すべき点じゃないかなと思ってますね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、これはなんてお読みすればいいでしょう、ジュンジュンさんですかね、ブレーカーを落として避難するのが基本でしょってあります。まあ、そうですね、はい、ブレーカーを落とすっていうところはもうぜひやっていただければなっていう、はい、ところもありますし、まあ、実際最近、ね、先ほどガスの話ありましたけど、割と勝手に、ね、今止まるような仕組みになっていたりもガスはするので、そこら辺ね、日々技術が進歩してるっていうところはあるかなとは、はい、思うんですけども、ね、やっぱね、普段便利だからこそ気をつけなきゃいけないみたいな、はい、はい、ところもありますね。埼玉の郷さん、100ボルトの断線なら自分で直せるけど、本当は電気工事士の資格を取得しないとやったらダメなのよねって、あります、そうなんですか、そうなんですかって、まあ、そうなんでしょうけど、取得しないとやったらダメな、資格を取得してないとやったらダメ、そうですね、はいはい、まあ、100ボルト、まあ、電気工事の、実施を持ってないとできないっていうのは、まあ、電気に、ね、関わることの、うん、まあ、回収とかも含めてそうなんですけど、そうですね、危ないですからね、はいはい、確かに感電とかね、そうですね、はいはい、さん、ガスが充満している部屋で電気が復旧したら発火しますわなと、まあ、そうですね、大爆発ですよね、これはやっぱそう、ね、考えるといろいろ危険だなっていうのはありますね。郷さんも今自分の家マンションアパートもブレーカーの、これそうですね、ブレーカーの位置知らない人いそうっていうのは、まあ、結構多いですよね、はい、まあ、電気が入らない、電気が来てないんですけどとか言って、うんうん、やっぱ行くとこうブレーカーが落ちてるだけとかもよくたまにあるんで、まあ、でもね、どれぐらいまでその電気のことを知ってるかっていうのはちょっと人によって、うんうん、ね、認識のその知識もやっぱ違うから、やっぱ難しいですよね、この行く時に、そうですね、まあ、最近あれですもんね、やっぱ見栄えしないから隠れてるタイプもありますよね。そうですね、はい、分かりにくかったりとか、はい、やっぱりね、することもあるし、うんうんうん、結構頻繁に引っ越しなんかされる方はね、まだ場所がよく分かってなかったりとか、はい、やっぱ難しいですね、この辺は。そうですね、まあ、防災の意識をね、やっぱしっかり持ってもらって、はい、ぜひ持っていただけたらと、この、ね、回を機にまた確認をしてもらうっていうのがいいかもしれないですね。もうブレーカーの位置なんかはね、ぜひ確認いただけたらいいかななんて思います。はい、ありがとうございます。では2つ目の質問ですね。もうこれ、すいません、僕の素人の勝手な意見を承知で伺うんですけれども、まあ、沖縄ね、結構停電が多いんで、台風の時とかですね、停電の際、まあ、多分他の地域も一緒だと思うんですけど、地域の電力会社さんがね、復旧作業に、当たってくださるかなと思ってるんですけども、何でしょう、この山川さんみたいなその民間の事業者さんに、この復旧作業って手伝ってもらったりってしないのかなと思って、結構僕、去年のあの台風の時に、約3日間停電してて、結構大変だったんですよ。はい、はい、なので、ね、もういろんな人のこのマンパワーを使えばできるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、なんかね、いろいろ送電の権利とか、はいはい、なんかいろいろね、ありますね、はい、あるのかなと、はい、やっぱそんな簡単な話じゃないんですかね。
沖縄は本当台風が多いので、はい、結構、まあ、今年はねそんなに大きい台風がなかったんで停電とかっていうのもそんなに聞かなかったんですけど、まあ、基本的には台風の停電の災害っていうのが結構あると思うんですけど、実際電気工事業のその対応としては何もしてないわけじゃないんですよね。実際その電力会社の人たちはもう昼夜問わず、はいね、ずっと復旧の対応してるっていうのが現状なんですけど、僕らの内線の電気工事業の人たちも電力からの依頼を受けて、まず電柱側のその災害の問題なのか、はいはい、はたまたは、まあ、さっき少し話にあったお家でブレーカーが落ちてるだけの問題なのかとかっていう切り分けの依頼とかっていうのが実際あったりするんですよね、はい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 、で、まあ、その中にはその電線が切れてるっていう報告、うんうん、お家の方からの連絡があって実際に行ってみて見たら、まあ、電話線が切れてるだけだったとかっていうところの対応も含めて電力会社の方たちはやらないといけないんで、実際に本当に優先順位度が高いところの対応を仕分けして対応しているっていうのが現実なんで、まあ、そこの初期段階の、まあ、最優先で対応しないといけない状態なのか、それとも、まあ、今言ったように全然その電力とか電気と違うところの、依頼とか問い合わせの内容っていうところのまず仕分けをして、電力の人が優先順位の高いところから対応してるっていうところなんですよね。なんで一応、まあ、病院とかも多分そうだと思うんですけど、はい、重症の重要度の高いその患者さんから順次対応していくっていうところの、うん、対応やっていってるというところなんで、まあ、電気が来なくて、まだかまだかっていうのは多分分かると思うんですけど、まあ、そこはね、ちょっと辛抱してもらって復電してもらうまでなんとかしのいでもらう、はいはい、かしこまりました。まあね、やっぱ今も本当我々の生活電気がないとね、まあ、水ももちろんですけどもやっぱなかなか成り立たない部分があるのでね、まあ、こればっかりはっていうところはねあるので、まあ、今年もね本当水害もやっぱり多くて停電してっていうところもね本当全国的に見られたと思うんで、やっぱねこの電気のありがたみっていうのもない時こそやっぱ気づくっていうのがねあるので、はい、なるほど、そういった事情があるんですね。はい、なんかすみません、ザサさんとキャンさんコミュニティコインいただきましてありがとうございます。ちょっとね下の方に行ってしまいましたけど、さっきジュンジュンさんがぼーっとしてんじゃねえよ、チコさんに怒られるよ、チコちゃんに怒られるよみたいな、はい、コメントも、はい、ありましたので、はい、ぼーっとせずに、はい、気を引き締めて、やってまいりたいと思います。はい、はい、で最後のご質問ですね。まあ、防災の取り組みとして、まあ、前回も消防 の大隊長をやられた山里さんにも伺ったんですけど、まあ、リスナーの皆様に、まあ、電気のプロフェッショナルという観点から、まあ、日常からなんか気をつけてほしいことなどがもし、まあ、防災の取り組みとしてもあれば教えていただけたらと思うんですけど、はい、なんかありますかね。まあ、さっき話の中でも少しあったんですけど、まあ、ブレーカーの位置、はい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 、設置されている場所とかっていうのは、うんうん、まあ、確認はしといてほしいなっていうのが1点、うんうん、で、まあ、防災というか、まあ、火災の予防としては、まあ、そのコンセントが刺さってるかとか、まあ、使わないのに抜いてもらうとか、はい、まあ、そういうよく日頃皆さんが耳にする言葉、うん、タコ配線とかをやめるとか、まあ、そのホコリが溜まってたらやっぱ火災につながるとかっていうのがやっぱ相乗してやっぱ災害って起こってくるものだと思いますんで、うん、あとはもうそういったところとあと備えしかないと思うんで、はい、まあ、小屋さんが扱っているような蓄電池の準備だとか、はいはい、発電機の準備、さっき言ったみたいにやっぱ台風の災害で停電が起こるエリアなのかとかっていうその自分たちの防災
エリアにかかってるかっていうのをやっぱり行政に確認してもらって備える、はい、また懐中電灯であったりとかっていうところで、対応していくっていうしかないと思うんで、まあ、電気はなく停電すれば必ず遅かれ早かれ復電はするとは思うんですけど、まあ、その何日間をしのいでいかないといけないという、そうですね、戦いをしないといけないと思うんで、まあ、備えるっていうことが、まあ、大切なんじゃないかなと思ってます。はい、そうですね、まあ、本当にね、やっぱり電気、まあ、なかった時はあれでしたけど、やっぱ ある時ってね、なんかもうそれ日常なので、はい、さっきのタコ足配線とかも、ね、ありましたけど、ね、全然意識しなかったり、わかってるよで、はい、やっちゃってますからね、はい、皆さん、やっぱりね、はい、もうパソコンの周辺とかもうぐちゃぐちゃですもん、はい、僕もなのでちょっと、はいはい、特にホコリは気をつけて、はい、行きたいなときちんと改めて思いました。整理やってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、埼玉郷さんですね、沖縄ここ数年断水がないから貯水タンクダメになっている家もありますよねと、ワイフの実家かっこ読谷は定期的に使用しています。あー、確かにそうですね、まあ、でも去年のあれですかね、台風の時は割とねマンションなんかはね断水はしたんですけど、実家か、確かに、まあ、あまり最近聞かないですよね、断水、はいはいはい、僕も沖縄に来てもう8年ぐらいになりますけど、はい、断水はちょっと聞いたことはないんで、まあ、ちょっと、ね、離れたところとかはあるか、まだあるかもしれないんですけど、そうですね、昔に比べたらなくなったって皆さん言われてますよね、これは。ゴーさん、トラッキングも怖いってありますけど、トラッキングって何ですか。トラッキングは何なんでしょうねなるほど、横文字にちょっと弱いんで、弱いですね、はい、申し訳ない、ありがとうございます。あ、ジュジュさん、30分番組じゃないんですね、すみません、1時間番組になるので、はい、もう少しお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、埼玉郷さん、コードを踏んだままで気づいたら発火。あ、これも、はい、あれですね、危ないですね。踏んだままというのはテーブルとかで踏んでいる。そうですね、テーブルとか、まあ、家具とかも、はい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 、なるほど。わあ、ちょっと危ないかもしれないです。僕デスクのパソコンの、あれですね、チェア、はいはい、あれまあまあたまに踏みますね、はい、帰ってすぐ見るように出したいと思います、はい、あ、トラッキング現象、ホコリのやつですね、はいはい、あ、さっきのやつですね、はい、いや、これは怖いですね、はい、ちょっと、はい、よくテレビとかでやってますよね、このホコリのやつが、それ詳しいですね。はい、ジュンジュンさん、貯水タンクって使ってないんだってですね。まあ、場所によってはね、うちも去年は、まあ、マンション貯水タンクついてるんですけど、使いましたね、やっぱり断水になったので、マンション自体が。はい、高坊さん、野球も電気設備も配線処理が大事です、先生。いいですね。はい、ありがとうございます、高坊さん。ぜひもそんな感じでコメントをいただけたら、どしどしといただけたら嬉しく思います。はい、ということで、もう電気のプロフェッショナル山川さんにいろいろ伺わせていただきましたけども、まあ、普段ね聞けない、お話なんかも、あったかなと思っております。まあ、もしかしたら知らなかったという、内容もあったのかなと思うので、そういった情報をリスナー様にお届けできていれば幸いです。防災はですね、地域や、まあ、住居、まあ、家族構成などで備えることも変わっていくので、まあ、一つでもこういったお役に立つ情報をお届けしていけたら嬉しいなと思っております。はい、でこの番組ではですね、本日お越しの山川さんのように毎回素敵な、まあ、ゲストですね、プロフェッショナルの方をお招きして、ね、皆様に防災に関する情報をお伝えできればと思っております。はい、山川さん、貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではまたここで1曲挟んで次のコーナーに移りたいと思います。お届けする曲はヒッピーの君に捧げる応援歌、エールフォーユーです。もう終わったようなもんじゃないですか。もう終わったようなもんじゃないですか。山川さん、いや、最後、いや、あれ大事なのかな。いや、会社のね、あと CM ね。CM というか、まあ、求人。え、もうそんな、だって、今からそれでしょ。ここからのタイトルコールって感じなんで、ここからは協賛企業さんをご紹介して、で、一応防災グッズも紹介して、うん、あ、じゃあもう僕らこれやったわけですか。
まあ、はい。いいんですか、もうちょっと愛の手とか入れなくていいんですか。いやいや、全然。いや、入れてもらっていいんですよ。いや、やりにくいくなるぜ。では、今日のサムネイル用にお二人のお写真をちょっと失礼しましょう。はい、では、お送りします。はい、チーズ。ありがとうございます。それ何なんですか、携帯で撮れるんですか。これ携帯に送れるあの一眼レフカメラ、どんなのあってんですか。レンズ型カメラっていうんですけど、 Wi-Fi でつながってて、あのファインダーとかを覗くディスプレイとかがない場合に一番コンパクトなカメラで、あ、それが覗きのあれに Bluetooth す、すごっ。なので撮った写真すぐ送ってくれるので、めっちゃ便利で、動画も撮れるんですか。はい、動画も撮れる。動画も撮れます。ただもう古いカメラなのでフル HD の 30p とかなんで、ちょっと動画ちょっと荒いかったりします。そうなんですよ。ただレンズを変えれるので、ちょっとおしゃれな雰囲気で撮れたりとか、ちょっとシネマティックに撮ったりするのができるので、すごい、すごい。今初めて見たんですね。これでも古いカメラです。そうなんですか。8年ぐらい前のカメラ。そんな前からあるんですか。むしろその時の方が需要があったというか、あのスマホのレンズって今みたいに多段式じゃなかったので、レンズ交換ができないので。先週間をゲストで先週じゃない、前回ゲストで来た山里さん、あのカメラ趣味で結構個展みたいなのやってるんですけど、俺知らなかったです。すごい食いついてましたね。すごい、なんだこれって。レンズだけで撮れるのかって、はい、ちょっとあの数年前にあのカメラマンの子と一緒にカメラの番組をやってたので、あ、はい、その時にちょっとどうせやったら変わったもの欲しいなって購入したんですよ。はいはいはい、古いカメラなんでもう売ってなくて。みんな知り合いなんですか。え、全然知らないですあの埼玉の王さんは前回初回も見てくださっていた。あ、そうなんですか。ペレグリノワさんのすごいヘビーリスナーさんらしいんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあ多分ですね、あのあれなの相性なのでわからないんですけど、結構じゃあご覧になるんですね、はい、前回も結構いらっしゃったので。でもこんだけ結構コメント上がってきたらやりやすいですよね。そうですね、全然なんか動かない、もうこっち見てみたいな感じで全然動かないでしたけど、はい、もうまだまだ慣れないですね。あとコメントなんですけど、はい、こちらのもし使ったら、あの、ああ、さ、なるほど、はい、差が上れるんですね。もうこれでこうグリグリはできる。なるほどなるほど、はい、焦りました、ね、コメント消えたと思って。じゃあこっちからも操作はできるんですけど、はい、多分ご自身で追った方が多分そうですね、はい、ただメール来たらメールとかは僕の方でこっちで操作して合図したりとかできますので、はい、してるように見えます。なんか飲みなんですよ。飲み？あ、そうです。クリエイティブですね。僕も録画してるドラフト会議見ながら飲みです。あ、そう。家で。今日ドラフト会議でしたね。そうですよ。今年は暑いんで。野球大好きだったらもう今年の週末はもう寝れないんじゃないですか。いや、もう寝れないですね。日本シリーズも。ソフトバンクファンじゃないですか、福岡の家で。いや、僕はあのそんな見るのは好きだけど、そんなに選手が運やかんやまで。なるほど。ただこのゲームがどうとか、はい、なんか競って勝って応援して楽しかったみたいなのがじゃないですか。推しとかないですね。最近キングスとかもそんなですね。ああ、なるほど。ただ沖縄に来て応援するからキングス応援してうわーってなって。はい、楽しいってなって、帰ろうみたいな。あとは田臥がおらんしながら帰る。今、河村勇輝がすごいですね。あ、そうなんですか。はい、河村勇輝すごいっすね。4人目の NBA プレイヤーになりそうだ、俺。まだ言ってる、これから。はい、ノールックなんですか。なんか、あれですね、
メイン契約じゃないところ、ね、そうですね。なので今日は出るかどうかで今日出れなかったみたいで。あ、そうなんですか、はい、キングスなんですか。 NBA です。だからもうそんなぐらい、そんなぐらいもう本当ね。大丈夫ですか、届いてますよ。え、あ、この声が YouTube で、はい、数年前に沖縄に来てたので高校生の時に目の前で僕 DJ やってたんですけど、へえ、はい、あの時のあの子がもう NBA ってすごい。この回ってない音声も録画されてるんですか。あ、これもあのネットの方には、ネットの方に、ね、届いてます。もう後で編集全部ピッてピッて入れとってもらっていいですか。もう始まる。はい、では10秒前です。また BGM からいきます。この番組は福ちゃんの学べる防災ラジオ学ぼうです。 MC は防災士福ちゃんこと私福本浩平が宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後20時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com。 ツイキャス放送も行っておりますので皆様どんどんコメントして参加していただけたら嬉しいです。はい、ではすみません、先ほどいただいたコメントも少し、遡ってご紹介したいなと思います。じゅんじゅんさん、山田くん、高坊さんに座布団1枚ってね、はい、ありまして、高坊さんの素晴らしい、はい、コメントいただきましてありがとうございました。高坊さん、賃貸住宅では重計器の取り付けがなかなか進んでないですね。私の部屋にも未設置ですとあります。重計器、山川さん分かりますか。あれですか、警報とかですかね。そうですね、はいはいはい、はい、あ、取り付けなかなか進んでないんですね。へえ、まあ、予算の関係とかも、まあ、なるほど、なるほど、なるほど、うん、はい。ひーふーみーさん、こんばんごっくんちょー、山川さんとおっしゃるんですね、素敵なお名前ですねとのことです。ありがとうございます。はい、高坊さんがもう OK マークですね。あ、高坊さんありがとうございます。住宅用火災警報器のことですね、はい。え、ついてないんですね。へえ、取り付けが進んでない、それは怖いですね。確かに、なるほど、はい、ありがとうございます。もう皆様のね、結構いろんな貴重な情報も、はい、あるので、まあ本当にこういったコメントも含めて、いろんな情報を、まあ、防災の点で、まあ、リスナーの皆様にお届けできたらなと思っております。はい、ではここでですね、まあ、この番組協賛企業様、3社いらっしゃいまして、まあ、今日ねいらっしゃっていただいている山川伝送様もそうですけども、毎回ご紹介の方をさせていただいておりますので、まずは豊見城市にある光整骨院様から、ご紹介していきたいと思います。はい、光整骨院様ですけども、実は僕もですね5年間通わせていただいている整骨院に、なります。で、本当にこんなに広くていいのかなと思うぐらい子どもたちが遊べるスペースもあって、産後のママさんたちがですねやっぱりすごい多く通う整骨院です。でスタッフも多く在籍していますので、まあ、子供をあやして、もらえたりとか、まあ、そういったことにも長けているスタッフが多いので、安心して産後ケアや治療に専念できるかなというような、整骨院になっております。で、結構慢性的なですね腰痛に悩んでいる方にはハイボルトというですね、なんかいかにも効きそうな名前の、電気治療がおすすめですので、はい、ぜひ、気になる方は行かれてみてください。はい、では続いて山川伝送様ですね、まあ、本来私の方でご紹介させていただくんですけども、まあ、現在求人を募集しているということもあるので、まあ、せっかくなので代表の熱い思いを直接リスナー様にお届けできればなと思うんですけども、山川さん、求人の件内容お話伺ってもよろしいですか。はい、はい、ぜひ。もうゴリゴリのカンペでちょっと発信させてもらっていいですか。はい、たくさんの人にちょっと響いてもらいたいんで、はい、あなたの貴重な1万時間我々の職場で磨きませんか。はい、人は何かを習得するのに1万時間の練習が必要です。はい、どんな仕事も人が新しい技術を習得するのには多くの時間と訓練が必要です。小屋さんもですよね。はいはい、日々進化する技術とともに僕たちを成長していきませんか。熱い職場で貴重な1万時間を磨いてみませんか。以上ですかね。はい、あ、はい、まあ、非常に若い子たちが頑張ってる会社で、職場ですね、はい、
あのインスタグラム、TikTok も中心に結構、発信してるんですよね。で、まあ、そういったところを見てもらえると、会社の雰囲気とかすごく伝わるんじゃないかなと思ってます。で、沖縄にはないような、雰囲気作りと会社作りを頑張ってますんで、まあ、ぜひこれから就職とかを考えてる人たちにこのあのラジオが届けば、問い合わせをもらえればいいかなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのね、未経験でもね全然大丈夫ということで、熱い思いを持ってらっしゃればぜひ1万時間を山川伝送でというところでお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では最後ですね、あの東京に本社のあるリテールクリエイト社会保険労務士法人様ですね、まあ経営者の方はまあ孤独だと感じてらっしゃる会社の代表も多分このラジオを聞いていただいているかもしれません。リテールクリエイト社会保険労務士法人はですね、まあそんな経営者の方の悩みを聞き一緒に伴走してくれるという、まあそういった社労士がいるというのが強みの社労士法人さんになっております。まあ、現在沖縄で活躍いただける社労士の方も絶賛募集中とのことなので、まあ、経営者の良きパートナーになりたいとですね、熱い思いをお持ちの社労士の方がいらっしゃれば、この番組コメントまたはリテールクリエイト社会保険労務士法人で検索されてください。はい、以上3社の協賛企業様のご紹介でした。はい、ひふみさん、家族親類にいたら助かる職業、車関係と伝送関係ということで、まあね、そうですね、何かあった時にすぐ頼れるというのも確かに強みかなと思うので、もう生活の一部になってますからね。はい、はい、よく聞かれます、いろいろな、はい、エアコンからですね。まあ、ぜひ本当にそういった熱い思いを持っている若い方が聞いていらっしゃったら、ちょっとね一回今インスタとかねそういったものも力入れていらっしゃるので見ていただけたら嬉しいかなと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では続きまして福ちゃんのおすすめ防災グッズ紹介コーナーというところで、まあ、このコーナーではですね、防災士の私がこれいいなと忖度なしで感じたおすすめの防災グッズをご紹介するコーナーになるんですけども、防災グッズじゃないのかな、ちょっと今回ね電気と絡めてっていうところがあるんですけども、ごめんなさい、ラジオだけを聞いている方はまた YouTube をご覧になっていただければと思うんですけども、今回ご紹介するのはこれ見えないですね、遠くてすいません、稲妻クエイク SPD シールドというですね、商品になるんですけども、はい、これ雷サージっていう言葉がですね、ご存知の方いらっしゃるか、もしれないんですけども、まあ、雷が起きて、なんていうんですかね、過電圧過電流になって逆流するみたいなイメージですかね、はいはい、なんかパソコンだったりとかそういったところに電流が流れて壊れてしまうみたいな、でそういったことも実際起きたりするんですけども、この稲妻クエイクシールド SPD シールドさんはですね、コンセントに挿すだけでそれを防ぐことができるというような商品になっております。で成田空港とか羽田空港とかにも、はい、使われている商品とのことなので、はい、気になる方はぜひ、まあ、こちらのコメントにいただいても、はい、いいですし、稲妻クエイク SPD シールドで調べていただけたら、はい、と思います。はい、ジュニューさん、医療関係がいいなと、確かにそうですね、医療関係もいたら助かりますね。シールドですね、機器を守ってくれるんですね。はい、機器を、まあそうですね、雷サージから守るというような、よく、ま、でも梅雨時期とか雷がたくさんある、そうですね、でね結構ね高い電化製品ね、一般家庭でもそうですし業務用とかになったらね、はい、もっとなんでね、まあ、確かにこういうのがあるとなんか不足のそういった、雷対策っていうのはいいかもしれないなと。パソコンとかですね、そうですね、壊れたらやっぱり変わりますもんね、はい、やっぱ大切な動画とか動画はバックアップ取ってるじゃないですかちょっと無理やりひねり出しすぎ、はい、家族の写真とか ね、はい、そういったらやっぱなくなっちゃうとやっぱ困りますまあね、はい、クラウドとかもあるのでぜひご活用いただけたらと、はい、思います。以上、はい、防災グッズ紹介のコーナーでした。それでは、ここでまた1曲挟んで最後のコーナーに移りたいと思います。お届けする曲は夜遊びミドリーズでツバメです。
は19時47分となっております。はい、それでは最後のコーナー、防災クイズコーナーですね、移っていきたいと、はい、思います。噛んでしまいました。はい、このコーナーではですね、まあ、明日から使える防災の知識をクイズ形式っていう形でご準備して、おりますので、まあ、今日はこちらという形で一問ご用意してきたんですけども、まあ、ハザードマップってね、皆さんは多分見たことある方も多いかなと思うんですけども、まあ、ハザードマップ以外でですね、あることの由来を調べると、その土地だったり建物の災害リスクを知ることができるっていうのがあるんですけど、何の由来を調べるといいかって、山川さん何かありますか、思い浮かぶもの。何の由来、あることの由来を調べると、その土地のですか、土地の、うん、そうですね、土地とか、まあ、建物がある場所のあるものを調べると、畑。おお、なるほどなるほど。はい、山川さん、歯が白いですなと、ハータンさん。ありがとうございます。コメントが来ております。はい、天然です。天然の歯です。はい。ノーインプラント。そうですね。はい。リスナーの皆さんもなんかね、もしあればコメントをチャット。ひふみ公、ひふみさん公民館でありますね。はい。あるものの由来ですね。はい、由来、あ、はい。はい、何でしょう。土地の、はい、そのついてる名前。はい、おお、ありがとうございます。はい。ひふみさん、ミタキとありますね。はい。ミタキ。村名、はいはい、町名。ああ、そうですね。そういうことですね。はい、はい、ですね。じゅんさんの、はい、正解でございます。そうですね。地名になります。結構ね、やっぱ昔の先人の方たちってのは当たり前ですけど、こんなインターネットなんかない時代だったということもあって、過去に起きたことをそのまま、竜とか蛇とかですね、ついてる地名は意外と昔大きな災害があった場所だったり、はい、するっていうのもそうですし、なんとかダニとかですね、なんとか川とかっていうのもやっぱそういったその地理的なものを表していると。でちょっとね、ご記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれないんですが、9月の頭ぐらいですかね、東京関東でゲリラ豪雨があった際に、東京の地下鉄も一部まあ、水没というか水浸しになったんですけども、確か市ヶ谷と千駄ヶ谷やっぱ谷がついてるんですね。はい、なんでやっぱり、まあ、もう東京なんかね大都会ですけども、溜まっちゃうんですね。まあ、なかなか、はい、やっぱ地形っていうのはそうそう変えられないっていうこともあるので、まあ、なんかね、ご自身の住んでらっしゃる、地域もしくは、ね、会社のある場所とかのそういった土地の由来とかを、調べてみるのも面白いかもしれないですね。あ、ジュジュさん、そうですね、地名を変えてるっていうね場所もあるんでね。はい、そういったところもちょっと注意が必要なんですけど、結構市役所とかのね、なんか昔の資料とかでもそういったことを確か調べられるということを聞いたことがあるので、もしよければ気になる方はぜひ調べてみてください。はい、ではさて、早いもので、あっという間にお時間に、迫ってまいりました。はい、まあ、改めて山川さん、本日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんかもしよければね、ご感想や伝えたいことなどあれば、はい、いかがでしたか、今日出ていただいて。はい、あ、ちょっと考えてなかったな。はい、まあ、久保さんがこの防災のラジオをするって聞いて、はい、何を発信するんだろうと思って、はいはいはい、まあ、今日来てみてですね、はい、すごくいいなと思って。ありがとうございます。やっぱり日本人って本当に災害に対しての危機意識がすごく薄いなっていうのは日頃自分も思ってて、はいはい、やっぱり少しでもこういうのを聞いて人にまたそれを話してっていう流れが少しでもできることによって、まあ、その小さな災害であったり、今日本っていうのは本当に地震大国で、今年の、ね、元旦からも大きな地震があったりとか、ね、はい、やっぱりそのいつあるっていうのが分かんないわけじゃないですか、はい、沖縄もそんなに大きな地震がないとは言っても、はい、歴史をたどればやっぱ少しありますんで、はい、やっぱそういったところの日頃の備えとか、やっぱり毎日じゃなくてもいいんで、こういう災害が起きた時に自分たちはどういうふうな行動をしないといけないのかっていうのをやっぱり確認してほしいなと。家族の連絡手段であったりとか、はい、そうですね、はい、うん、で電気が通じなくなったら携帯もつながらないパターンもありますんで、基地局の電気、はい、アンテナのね、電源がいかなかったりすると、やっぱそういったところでやっぱしっかりまた自分たちの災害に対しての意識をまたアップデートしてほしいなって、はい、思いました。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、本当にまあ我々の生活がねだいぶもう今豊かなのでね、なんかもう何でも当たり前な感じになっちゃってるんですけど、本当電気一つとってもねもうありがたみが本当に分かるっていうのが、やっぱ災害が起きた時は感じる部分もあるので、はい、はい、まあ、こういったこともあのどん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 お伝えできればなというふうに、はい、思っております。はい、ジュンジュンさん、地元でも塩木って名前が塩木に変わってました。あ、そうなんですね。うん、はい、塩が来るってことね、塩が来るが塩が木、ね、樹木の木に変わったと、はいですね。は畑さん、ありがとうございます。今後の防災意識が高まりましたってコメントいただきました。はい、こんな感じでお伝えしております。はい、まあ、本当にあの番組に参加してくださったリスナーの皆様ありがとうございました。お相手は防災士福ちゃんこと福本浩平でした。なお、あの私福ちゃんですね、防災士としてオンラインで防災セミナーも行っております。ゼロベースで、まあ、ゼロから学ぶことができる、内容と、なっておりますので、まあ、気になる方はあのストアカというですねアプリまたはサイトがあるので、そちらで福ちゃんと検索していただけると、ストアカ内ではですね、僕の見た限りでは福ちゃんは僕以外いなかったので、はい、すぐ出てくるかなと、はい、思いますのでよろしくお願いいたします。なお、この番組はですね、毎月第2、第4木曜日の19時より生放送でお届け、しております。ちょっとね、次回の放送がですね、少し今あの第5木曜まであるのかな、なので、若干先になってしまいますけど、11月14日の木曜日の19時となっております。はい、なのでまた、11月14日お時間がある方は聞いていただけたら嬉しいです。はい、それではまた来月ですね、同じ時間にお会いしましょう。さようなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。